さて、時は遡ることは平安時代は後期の皇族、西雲発信の和堀川天皇の皇子、建永二年比叡山天台座主の任号に指示して出家受戒。法安四年忍術に伝法勘定を受法。天智元年発祥寺座主に、九十三年第四十九世天台座主に就任。公元三年親王宣下、天台宗で初めて発親王となった。1162年、宝法二年二月の十六日、享年59歳にて皇居をなされました。重ねては平安後期から鎌倉時代の真言宗の僧、歌人の西行法師は藤原の秀里の子孫、佐藤康清の実子、俗名は乗り清、法名は縁起、西行と合した。国面の武士として鳥羽上皇に仕え23歳で出家。生涯の大半を欧州から四国九州までのさすらいの行脚の旅で過ごす。花と月の歌が多く独自の画風は、伊能宗義、松尾芭蕉らに影響を与えた。歌集の三歌集のほか、新古今和歌集には94首が収められている。1190年文治6年2月の16日、享年73歳にてご入滅なされました。重ねては平安後期から鎌倉時代の苦行、藤原の友方殿は、藤原の友高の実子、母は羽室秋高の娘、鳥羽後白河は両院生で、院長別当として活躍。安元元年1175年参議、内言の大納言、小児堤大納言と呼ばれた。源の義仲、頼朝親子のために二度下官されたが、間もなく復帰、老書家としても知られた。1201年建仁元年2月の16日、享年67歳にて皇居をなされました。重ねては鎌倉から南北朝時代の臨済宗の前僧、武国至厳禅師は京都の出身、高政王の実子、四つ辻義成の兄にあたる臨済宗南州航海の下で出家し、京都東福寺の無為正言に学ぶ。後鎌倉円覚寺で無双祖籍に師事し、その方を継いで京都天龍寺二世となった。1359年延文4年昭平14年2月の16日、享年78歳にてご自宅をなされました。末後仏寺禅師の死後が送られた。重ねては江戸時代は前期の天台宗の僧、次回承認は江戸の出身、属性は須田浅野宗純、武蔵の国は川越北院を得て、江戸上の寛永寺両運院の従事となり、大僧正に承認した。訓典を施した教本やだらにを出版し、次回本と呼ばれた。著作には天台司教集、下表師匠などを表した。1693年元禄6年2月の16日、享年70歳にてご宣言なされました。重ねては幕末から明治時代の儒学者、木村要斎殿は越後の国は高田藩儒官木村愚山の実子、名は厚浅野は資料、通称は一太郎、江戸の伊部鉱山、古賀道庵、浅賀権斎らに学ぶ。明治2年藩校修道館教授に、後高田中学で教えた。著作には官局見聞稿、療養百舌などを表した。1888年明治21年2月の16日、享年55歳にてご入滅なされました。重ねては幕末から明治時代の武士、
渋江博光殿は通称は内膳、出羽の国は久保田藩藩士、徳高三千石の名門に生まれ、文久元年1861年家老となる。源氏元年職を辞したが、反論を尊王に導き、戊辰戦争では庄内などに出陣。明治元年再び家老となり、盛岡藩主伏見の東京護送などにあたる。1889年明治22年2月の16日、幼年73歳にてご入滅なされました。重ねては明治時代の政治家川山介義殿は、薩摩の国は鹿児島の出身、西南戦争では西郷軍に加わり、熊本鹿児島各地を転戦、少子政府軍に降伏した。明治14年川野守一郎らと共に政治結社三州社を創立、同社長となり政治教育や職参に尽くし、鹿児島県会議員を得て23年衆議院議員に当選した。1897年明治30年2月の16日、去年46歳にてご入滅なされました。重ねては大正から昭和時代は前期の実業家安川清三郎殿は福岡県の出身、安川慶一郎の三男、松本健次郎の弟、安川大五郎の兄にあたる。慶応義塾を卒業の後ペンシルベニア大学を卒業、大正1年家督を継ぎ明治工業の社長となる。安川電機製作所、明治宝石九州製鋼などの重役を兼ね、安川家関連の全事業を統括した。1936年昭和11年2月の16日、後年60歳にてご入滅なされました。重ねては昭和期の実業家斉藤千一郎殿は静岡県の出身、高等小学校を中退、明治34年家業の製茶業稲わらの売買に従事、大正3年から機械による製茶業、9年稲わらの仲買業を専業とした。13年斉藤兄弟製紙を創業、昭和2年寿製紙を買収し昭和製紙と改称、13年昭和産業など5社を合併して大昭和製紙を創立、会長に就任、18年社長となった。没後遺言により持ち株など5億円相当の遺産を育英と科学技術振興の基金とした。1961年昭和36年2月の16日、去年71歳にてご入滅なされました。本日の御期日をお迎えになられました。歴史の陰に隠された名もなきすべての先人尊領からの大いなる恩恵により、現代を生きる我々の血肉となり魂の継承をさせていただいていますことを心より感謝をいたします。合唱。